皆さんこんにちは、ゆとなみやです。今日は見える人についてお話ししていきたいと思います。見える人と見えない人っているんですけど、見える人って私は物心ついた時にはもうずっと見えてたし、それが当たり前の世界で生きてたんですけど、私みたいに小さい時から見える人もいれば、突然大人になってから見える人もいます。で、見える人の特徴というか、私とずっと一緒にいたら見えるようになったっていう人は結構います。学生時代の友人とか、大人になってからもそうなんですけど、すごく仲良くなった人は急に見えるようになったりする人もいますし、徐々にね、なんか見え始めてるという方もいらっしゃいます。わかんないですけど、普通のかなと思ってます。で、仏眼ってそうで言ったら、親指のちょっと親指なんかついてるちょっと親指なんか汚れてるんですけど、親指のここ第一関節のところに仏眼、目のマークがある人はなんか霊感があるとか第六感が優れてるって言われるので言われてまして、だいたい見える人ってここを仏眼になってますね。私ダブル仏眼やったかな、でも仏眼あるかな、両方仏眼あります。なのでちょっとね、自分がもしかしたら見えるかもとか、ちょっと力あるかもみたいな方は、この手相見てみるのもいいかもしれないです。手相見てみてください。あと、高校のね、 YouTube にも何度か出演してくれてるモンチっていう高校からの友人がいるんですけど、その子は昔幽霊が見えるタイプだったんですよ。私は幽霊は見えないです。見たくないしで、なんかそれモンちゃんとも言ってたんですけど、勝手に幽霊が見える人もいれば、私みたいにモンちゃんもそうなんですけど、なんかね、これ最近話したんですけど、なんかチャンネルを合わす、そこにチャンネルを合わせていくことで見えたりとか、その周波数に合わせたら見えたりするんですよ。チャンネル6の周波数に合わせたら、自分が6に合わせたら幽霊が見えるし、8に合わせたらオーラが見えるしみたいな感じですね。それは私はなんかなんとなく感覚で身につけたんですけど、まあ私からしたら6にはしたくないですよ。見たくないから見たくないものはチャンネルは合わせないですね。合わせないようにしてここまで生きてきてます。チャンネルを合わせたら見える人もいるし、もうそういうの触らずに勝手に見える方もいらっしゃるんですけど、ちなみにもんちゃんは今は見えないみたいなんですよ。私とまたすごい仲良くなって、こうやって一緒にね YouTube やるようになったりとか、17をやるようになってから、まあなんか見えたりすることとか感じることがすごい増えたみたいですね。今やばい人来てるかなみたいなのとかは分かるようになったみたいで、同じタイミングで頭痛くなったりとかします。で、最近っていうか昨日なんですけど、もんちゃんと話してて気づいたことがあって、なんか見える人って自分のなんか熱、血流なんかな、もんちゃんは血流って言ったんですけど、血流を自由自在に動かせる人、血流を動かせるって違うかな自分の体の中の熱を自由に動かせる人が見える人なんかなっていう話になって、例えば手が冷たいから、この時期私すごい使うのが、手がめちゃくちゃ冷たいから温めようとかは、手に熱を集中させる、自分の中の、なんて言ったらいいのかな、熱をね、自分の中にある熱を全てというか、まあ、手に持ってきて、なんか手を温めることができるんですよ。今めっちゃ冷たいんですけど、今手に熱を集めてて、だから今手めちゃくちゃポカポカしてる。
ていうのを結構自然としてたんですよね。だから冬とかはよくミルちゃんと夜景とか見に行ってたんですけど、ミルちゃんの手ってずっと冷たいんですよ。よく彼女は見える人でしたけど、熱、私は常に寒くなったら熱を動かして手を温めてたし、足が寒かったら足を温めてたから、手はいつもぬくぬくですね、基本的に。ミルちゃんの手をよく温めてました。何の話。なのでこの熱を自分の中ですごい自由自在に動かせる方は見える人なんちゃうかなって思ってますので、よかったら試してみてください。あとなんかこう、あ、わかるわかるって思ってくれる人がいらっしゃったらコメントしてもらえたらと思います。他にもね、見える人の特徴ってあるかなと思うんですけど、でも基本的に私が仲良くなる人って見える人がすごく多かったりするし、仲良くなる人もね、多分見えるからこそなんかお互い引き寄せられるのかなとか思ったりもします。でも全く見えない人も集まってきてくれますけどね、ちょっとわからないですね。でもちょっとでも見えるかもって思ってる人とか、見えるように今後なりたいなって思う方は、あの私の YouTube かな、なんか TikTok ライブとか17ライブとか、そういう生配信のものに来てもらえたら、別に浮上しなくてもいいので覗くだけでもいいし、生配信のものに私のそのなんていうか出てる波動とかを生で感じられるものに触れてもらったら見えるようになる気がする。相性が良ければ見えたりするような気がします。興味本位で見たい方もいらっしゃると思うんですけど、見えるようになって、ね、人の相談に乗ったりとか誰かを救うことができるみたいな人が増えたらいいなと思って動画作ってみました。今日の動画は以上になります。最後まで見ていただきありがとうございました。またね、バイバーイ。